そういえばホムラキースに言わないなら話してやるぞ。それは人間の。そうかも。錬金術師のいる。そうな。あまり。お、お前らか。何でしょう。ああそうだ、ホムラが。ホムラがって。そうなのか。いやいや、そうじゃなくて、はい、前に。その、はい、え、そ、はい、そうですね。このすじゃあそう。速攻のチャンスだ。力が溢れてる。これなら、いきなり星を振り落とさい。皆さん、お疲れ様でした。よっ、しゅ。粘土か。生命を宿らせる魔法もあるけど、私は苦手なんだよね。鉱石は、冷静に。どこに行こうかな。Thank you.
ありがとう。次はどこだ？決めてくれ。はどこ？これ、うん。次はどこだ？決めてくれ。
どこに行くんだ。ザクザク見つかるといこんな時は、えい、これを使おう。何か起きそう、そんな気がする。これを使おう。記録しておこう。これは加工しがいのある金属ね。見たことない。記録して。シャキシャキ野菜、いいものだ。えっ、気づいてない。今の力が溢れてる。これなら空から攻撃します。了解。お、俺の動き教えてやる。私を本気で怒らせたみたいね。私の魔法、ちょっと味わいなさい。とっておき、私の錬金術の必殺技を。いくぞー、マジカルブルーム一発コーラ。痛い。痛いじゃないの。加減なしです。このまま落とします。逃げ場はないよ。
次元危険スイッチオン。加減なしです。秘められた力を解放します。了解。そこを仕掛ける。今が好機だ。疲れました。ボッコボコにしてやるんだから。師匠直伝かぼちゃ召喚。さあ、熱いわよ。ま、こんなとこだね。私もよ、修行。昔のものって見てるとその頃の様子が目に浮かぶようで楽しいのよね。なるほど、いろいろありそうな場所だな。どうしようかな。どうだ、結構集まったんじゃないか。はどこ？
次はどこだ、決めてくれ。本当にいいんだ。どのような場所にも役に立つものはある。それが今回見つかった。よし、かかってきなさい。起きなさい、大地の精よ。こちら、おお、武器を磨いて速攻ね。さっさと片付けるわ。こんな時は、えい。これを使えば。ここにこれがあるの、忘れずに覚えておけ。どうしようかな。みんなで協力して集めましょう。ここは面白そうな場所。これを使えば。こんな時は、えい。自生の野菜か。まだ残ってるものなんだな。なかなか良い力を秘めていそうだ。
のかな。見たことない。記録しておこう。どうだ、結構集まったんじゃないか。えい。えい。よう。どこに行こうかな。どこに行くんだ。スカイル。これを使えば。速攻のチャンスね。このまま落とします。こちらから行くわ。武器を奪って速攻ね。さあガンガン行くわよ。よーく決めるわよ。自動で使います。ボッコボコにしてやるんだから。手加減なしです。空から攻撃します。さあガンガン行くわい。自由に暴れなさい。ボッコボッコもらった。もらった。よし大勝利。渡します。よっ修行。自然の産物もいっぱい役に立ちますね。どうしようかな。常に効率を考え。どうしようかな。みんなで協力して集めましょう。行き先はどこ。どこに向かうの。役に立ちそうなものが見つかるとあり。髪のあたりがざわざわする。いつもと違うわね。これは加工しがいのある金属ね。鉱石は錬成にはなくてはならん。どうしようかな。行き先はどこ。さっさとケリをつけようか。
どこに行くんだ。ステラードという名がつく以前から水の都として知られてきた。元来水の豊かなこの場所に人々が集ったのは偶然ではない。水は農業や工業に必要不可欠なものだからな。そんな水を求めてこの地域に集落が点在し始めると、ステラードはいよいよ町として機能し始めた。流通の拠点として、生産の拠点として、力強く発展していったのだ。しかしステラードを除いて水源に恵まれなかったこの地域では、集落が村へ、そして町へと成長していく中で、水を求める争い、それによる貧富の差まで生まれた。今のような金銭による貧富ではない。水を手に入れた集落は生き残り、そうでないものは滅びたのだ。水がなければ人は生きられんからな。だからステラードは水源管理装置による水量の管理を始めた。水の無駄な消費を避け、必要な量を必要な時、必要な場所へと供給できるようにな。そうやってこの町は、この地域一帯の水を守ってきたのだ。いらっしゃいませ。そう。
これ全時代分全時代の技術を応用する技術見たことないか。シャリどう、それじゃあ試して、やったあれ、そうい